始まりました。ライクスポーツの3分ラジオ。ライクスポーツのラ。はい、始まりました。ライクスポーツのラです。前回の放送から番外編でちょっと与那原店からお送りしております。与那原店ツアーですね。よろしくお願いします。今回の放送のスポンサーはゆいまーる鍼灸接骨院さんです。こちら与那原店はですね、この鏡の、まあ、反対側、こちらが入り口になるんですけども、ここからまあ鍼灸接骨院さん、ゆいまーる鍼灸接骨院さんにつながっております。これです。ゆいまーる鍼灸接骨院さん、いつもお世話になっております。では引き続き与那原店ツアーをスタートしていきましょう。映像回転。はい、映像回転しました。前回はまあ大きい鏡とか、この辺が最後ら辺だったんですけども、見ていきましょう。わ、選手のユニフォームがあります。素晴らしい。ヴェルディありますね。浦和レッズありますね。あとは格闘家の方、ちょっと文化人といいますか、作家の方で、やっぱり格闘家、サッカー選手、 FC 琉球、浦和レッズの選手もこちらにあったり、あ、この方、去年かなり活躍された方ですね。で、こういった形です。あ、蒲田マーレ、ガナハ選手も飾られたりします。さあ、では今度は更衣室の方行ってみましょうか。シュー、さっきからいい感じの BGM が流れてました。こちらの機械です。お水ご用意できております。この辺なんか、ボクシングのグローブですね。グローブが置かれてたりします。こちらシューッと回りますと、更衣室シャワー付きです。更衣室完備です。こちらが女性更衣室、しっかり分かれてあり、シャワー室もあり、綺麗な状態です。はい、ちょっと上から見てみましょう。こんな形です。こんな感じです。十分トレーニングするにはスペースありまして、まあ、2人ぐらいは一気にできるぐらいのスペースではありますけども、もちろんマンツーマンレッスンですので、お一人様、そしてトレーナー1人つかせていただき、トレーニングを提供、ご提供しております。はい、ありがとうございます。またもや映像回転。はい、というわけで、3分ラジオ番外編、与那原店ツアーでした。これでちょっと親近感といいますか、ちょっとまあこの与那原店の雰囲気が伝わればいいなと思っております。ここでトレーニングしておりますので、皆さんご予約お待ちしております。